とした轟玄馬先輩に相談してみればいいんじゃねえか。分かったバレ。カイドウ大のバディはとてつもなくでかくて強い。苦戦は避けられぬであろう。バルもでっかいモンスターになりたいバル。ただでかくなってもしょうがねえだろう。うバル。だが古より大は小を兼ねると言われておる。もしでかくなりたいと望むならば力を貸せるやもしれん。バルはでかくしてほしいバル。わかった。清風会は喜んでお前に全面協力する。おーす。よろしくお願いするバル。分の目で確かめるがよい。バル、バル、どこにいるんだ。バル、うん、こっちゃんバル。誰だよお前。バル気がする。ガー、バクちゃん。おお、バク、ここよ。誰だよお前。ガオくん。おう、バルはどうした。後ろにいるだろう。ガイちゃんバル。うわー、なんか丸いのいる。スクープです。今まで行方不明だったバルドラゴンとミカドガオン選手がなななな、んとやけ食いして激太りです。これは決勝戦はどうなってしまうんだ。番長、見たかめ、見たかめ、見たかめ。何をじゃ。ミカドガオとそのバリが見つかったかめ。大量のピザを食べて太ってたかめ。なんじゃと。どうやら決勝を諦めたようかめ。いや、そうとは限らん。きっとわしとファイトするための特訓じゃ。そうかめ。そうは見えないかめ。ただの焼け食いかめ。こうしちゃおれん。こっちも特訓じゃ。天照白神。祭りじゃ祭りじゃ、特訓祭りじゃ。始まるまでずっと地獄の猛特訓をしてきたバル。でっかい番長をぶっ倒すために。さあもっと食え。バル、バル、地獄の特訓最高バル。でも食べてばかりでいいバルか。構わん、これを見るがいい。ん？誰バル？中等部に入学した時の俺だ。俺のこの肉体は我が清風会名物地獄の猛特訓で生まれ変わったのだ。おっさんになる特訓バルか。誰がおっさんだ。この地獄の猛特訓で俺のようにでかい体に生まれ変わるのだ。だからまずは食って太れ。これが特訓の第一段階だ。言われなくても食べるバレ。これもバルの姿を見たときは驚いたぜ。分かった、俺も付き合うぜ。何？ガオには必要ないバル。何言ってんだ。俺たちはバディじゃないか。一緒に特訓しようぜ。ガオ、これも特訓だから仕方ないよな。うん、うん、うん、こいつはいくらでもいけるぜ。もしかしてガオ、ピザ食べたいだけだったバル。これより第二段階に入る。余った脂肪を筋肉に変える。俺と武神竜王デュエルズイーガーが相手をしよう。全力でぶつかってこい、イカドガオ。バルドラゴン。シュー。まだまだ。よし。もう一丁だ。バル、バル。筋肉に力を込めろ。生まれ変われ。バディチャンピオンになりたいのなら、俺の力を絞り出せ。よし来い。あどうだ。どうしたどうした。あの肉団子どもが。バクちゃん、もう決勝が始まるわ。くそ、
まだデッキが完成してねえのに。いや、まだ時間はある。この地獄の猛特訓を無駄にはしねえ。バルは、バルは、バルはでっかいモンスターになる。バル、バルが